はい、皆さん、毎度毎度。はい、こちら、おばちゃんパーマね。つけ巻き、プレジュームのチオ、一番強いチオ使ったんだよね。ミルボンだと一応、フラグシップなのかなこのチオが。一番強いらしいんだけど、どうかなというか、その他全部廃盤にしちまったらしいんだよね。ミルボンがね。何 <laughs> 考えてんだか。まあ、確かに、あの、ミルボンの薬って変な言い方だよね。なんか、なんか考えすぎて匂いつけてたってのあるよね。変な匂いね。あの、ニーゼルとかね。 パーマ液の匂い消すのもさ、この匂い消すっていうこの世界もさ、何かあの色みたいに反対の色何か匂いつけると消えるとかってなんか,なんかあったよね。なんか探偵ナイトスクープかなんかでなんか草原の匂いは何かの匂いを消すとかね。そういうのが科学的にねなんか分かってきてるみたいだよね。だからパーマ液の匂いも消すのもなんか昔は強い匂いで消すような感じだったけど、今なんか反対の匂いを入れて消すとかなんか。 技術進歩があるのかなで、あとこのプレジウムのチオ、ぶっちゃけ、あんま強くねえかもしんないね。ちょっとこちらのおばさん、おばちゃんね、髪質が、まあ、水分吸いやすくて、意外とね、ムラになりやすいんでね、パーマがね。で、やっぱりムラになったね。で、最初の水分つけたのが、ちょっと難しかったね。多かったのかなだから逆にこちらのおばちゃんはね、水分をつけないようにして、CMC のハードを、なんか本当に、 ちょっと乾き気味の毛にドライショットでぶっかけて巻いた方が綺麗にかかったかもしんない。塩を使ってかかった最後の、まあ、ブローした感じあんまりね強くないんでブローできる範囲非常にね手触りの良いカール。まあ細めで巻いていくからちょっと襟足なんかやっぱりかかってるとこかかってるけどね。まあ5ミリ、6ミリ。まあトップの方なんかは非常にブローしやすいパーマンになったね。た水分を吸いやすい部分前髪とか。なんか 水分吸いやすい部分ってあるじゃないあそこがパーマ液薄まっちまったのか、ゆるくしか書か,かなかったね。あれは残念だったね。だからこのプリジウムこの中を一番強い中をこれちょっと水分量が難しいね。だからこうやってね、水分量が難しいパーマ液ってのは結局失敗なんだよね。いいパーマ液っていうのは美容師があまり技術とか何かこう勘とかそんなの使わなくて、パッと綺麗にかけられるのがいい薬だよね。 ま、こうやって言うとさ、パーマくパーマ液作ってるメーカー、大変だね。美容師わがままだからね。だけど、まあ、それに近いのが、まあ、また言っちゃうよ。プレジュームの CMC なんか、毛染めしてる人に対してはいい感じだよね。あと、ロリアルの、ね、プレミアの一番強い血をこれもね、思った通りかかるしね。でも、ちょっと放置時間長くするともう、チリンチリンにかかるかんね。 プレミアのね、地を使うとね、本当にパンチパーマだよね。簡単にパンチパーマ。もう、本当に、一液つけてから放置時間、早くしないと、パンチパーマになっちゃうかんね、あれね。だからね、この、プレジウムの地を、まあ、次使うときね、まあ、水分かけてもいいんだけど、よくやっぱり、お薬つけてから、コーミングして馴染まして、よくなじましてね、 いや、結構なじましてね、巻いたんだと思ったんだけどね、なんか前髪とか緩かったね。だから水が多いとかかりにくく反応すんのかな薄まりやすいのかな薄まるとダメなんかなこの薬は。うーん、ちょっと、ちょっと疑問が、疑問っていうか課題が残ったね。はい、お疲れ様でした。